プリ落ちちゃった。じゃあ床暖房じゃないって床暖房じゃないから。普通にアプリが落ちた。持ってこれんよ。家にさ設置されてるやつだよ。どうやってさ持ってくるんよ。なんか違う話題ないのこの話も飽きたよ私は。各部屋じゃないよ。リビング、リビング、ダイニング、今日の公演はどのあたりに注目してる？分からん。あのどんな感じなのかなっていうのに注目してる。ニットないと思うよ。わかんない、私出ないから私は今日出ません。 DMM は見るよ、自分のチームだから。リスナーはね多分ないと思うよ。これは書いてほしくないけど、他のとこに。リスナーは多分ないよ。多分だけどね。少人数公演出てみたい。そんな出たくないとかあるの？出たくないとは思わないと思うんだけど、そりゃ出てみたいよ。そうで、聞きたいことを思い出した。めっちゃ聞きたいことをね思い出した。あのポンデリングって半日常温で美味しく食べられますか？半日常温で食べられますか？ポンデリングは半日常温で保存して食べられますか？美味しく。それを教えてもらいたいんですけど、美味しく食べられますか？なんか食べれる食べれないじゃなくて、でレンジでチンしない。気温による？気温に、あ、外で持ち歩くわけじゃなくて、あの室内で、室内で常温。
美味しくないかな。その日だったら大丈夫。でもさ、その日って言ってもさ、例えばだけどさ、その前の日の夕方に買って次の日の朝食べるってなったら、次違う日になるわけじゃん。違う日に食べたらさ、なんか違う日の気分じゃん。でもさ、半日じゃん、わかる言ってること。でも違う、なんかそれは次の日に食べるっていうのはなんかなんだかになると思うじゃん。なんかさ、昨日食べた方が美味しかったなって思うじゃん。でもさ、その一日の中だとしてもさ、時間は同じわけじゃん。それは美味しく食べられますか。美味しく食べられますかね。食べるまでの時間、半日半日半日よ。半日常温で保存しても美味しく食べられるんですか。夜買って翌朝は大丈夫。じゃあ半日は大丈夫ということですかね。じゃあ問題あるかないかじゃなくて、美味しく食べられるかどうかを聞きたいんですけど、美味しくは美味しくないかな。夏はちょっとやっぱりそう。じゃあ質問を変えますね。じゃあ夜に、夜8時9時ぐらいにイスドに行って、フォンデリングは置いてありますか。さすがに置いてある。美味しいフォンデリングは置いてありますか。店次第、確かに。で働いてる時は行ってもらったけど、美味しかったよ。そうなんだ。じゃあ美味しいんだね。じゃあ美味しいんだね。よし、じゃあこの問題は解決ということで。もしくはセブンで買おう。あれはさ、偽物じゃん、ポンデリングの。ポンデリングの偽物よ、あれは。ポンデリング以外に最近のおすすめとかはないの。ない、ポンデリングがおすすめ。スタバのいちごは？スタバのいちごも飲んだよ。でもスタバってさ、何回も飲みたいってならんくない？
ポンデリングが好き。ポンデリングだけで1日過ごせますか？別にポンデリングしかないよって言われたら過ごせるけど過ごしたいとは思わないかな。ポンデリングの中でもおすすめは何？ポンデリングってポンデリングしかないじゃん。他の名前はさ、ポンデ黒糖とかじゃん。ポンデリングに合わせる飲み物ってある？ない。私はなんかさ、おすすめの飲み物はとかさ、そういうの聞かれてもさ、水しかないんだけど私そんな飲み物にさこだわったことないから。水でよくない？みんな、なんでなさ、飲み物をさそんなに気にするわけ？水でいいじゃん。さ、他の飲み物ってさ、なんか手間がかかるわけじゃんなんか飲み物を作成するのに。だから水ってさ、別にどこにでもあるじゃん。水でよくないってすごい思うんだけど、みんなはそう思わないの？みんな水を飲む文化になればいいのに水道水に抵抗ある人もいるね。確かに。でも別にさ、水じゃん、味しなくない？飲めばいいのに水をさ、なんかさ、なんかお茶とか作るじゃん家で。なんか全然お茶なんて作らなくても私はさ、こう水をさ注ぐだけでさ満足できるんだけど、なんでわざわざお茶を作ってるんだろうっていうさ、あの気持ちになるんだけどなんでみんなお茶にするんだろう。お湯は無理、熱いやん。熱いのは飲めん。若い子は味がないと飲めない。そうなの？私は全然水でいいんだけど私さ、飲み物って喉が渇いた時に飲むのじゃないの？喉が渇いたら水を飲めばいいじゃん。すごい謎だわ私の中で。電解質気にして麦茶にはしてるとこある。なんで水じゃダメなの？レッスンの時とか水筒持っていく？行かない。ウォーターサーバーあるから水飲んでる。
ウーロン茶は健康にいい。そうなの？水でいいやん、みんな。私の家もウォーターサーバー欲しいんだけど。ウォーターサーバーって高い？将来別の家に暮らしたらウォーターサーバー買いたい。ウォーターサーバーは高いんですか、皆さん。行くのは無料だけど毎月の水代がかかる。それは高いんですか。じゃあ将来はウォーターサーバーを置いて暮らそうと思う。水と思えば高いかな。そう、美味しい水が飲めるのにさ、何の文句があるの、みんな。おいしい水とおいしく、おいしくない水の違い、分からん。正直分からん。水は水やろ。公園終わりは水飲む？飲むよ。僕が使ってるのは12リットルで1900円です。少ない、美味しい水が飲めるというのにさ、1900円だよ。水の違いが分からん。まあ水の話はもういいや。飽きた。飽きたよ、みんな。今何時、みんな。12時半から DMM を見なきゃいけないから。あ、まだ30分ある。他に話題はありますか、皆さん。あの、なかったら終わるんですけど。なかったら終わるのですが、最近の一押し？何、最近の一押しって。例えば。ナルピーが月に一番金かけてるの DMM 説。いや、 DMM は無料よ。メンバーやから。劇場再開したからお手紙郵便で送ってみようかな。送って。もうそのうち
劇場に行く用事があるから2週間以内に。だから今送ったら届くんじゃないわかんない2週間以内かな、本当にわかんない。7月中にある7月中にある。誰かがお手紙の差し出し人住所は隠してあるって言ってた。そうだよ、そんな隠してないとファンの人の住所分かっちゃうやん手紙は漢字少ない方がいい？分かんない、その人が使う漢字による難しい漢字は使わないでください。なんか常識範囲内で使う漢字なら読めるよ突然訪問されてます。そんなファンの人の家に突然訪問したいとは思わんよ全部ひらがなちょっと読みにくいからやめて。なるぴーちゃん手紙の字見ただけで誰からってわかる？でも封筒とかならわかる、いつも同じ封筒とかが同じ雰囲気だったらわかる普通に。英語のファンレターある？ないよ英語のファンレターはない。手紙に注意点とかある？ない、特にないけど、あ、でも違う、一番でもないな。なんかやめてほしいと思ってるのは、なんか卒業予定から何ヶ月だねみたいなコメントとかは全然好きじゃない何で好きじゃないかっていうと、まあさ16人で公演できるようになるってさ、だいぶ先だと思うじゃん普通だいぶ先だと思うじゃん。そんなさわざわざみんな数えてたらさ、毎回毎回同じ話題になるわけじゃん。そう、しかも何なんて言ったらいいんだろう、なんかだから何みたいな言い方悪くしたらだから何みたいな、そう思うから、ちょっとやめてほしいけど、別にいいよ、書きたかったら書いても別に嫌ではないけど、私が喜ばしい気持ちにはならないみたいな毎月毎月数えることになるよみんな
記念日彼女みたいなのねそれはさ、いい記念日じゃん。付き合って何日みたいな、卒業予定から何日って何もさ嬉しくないよ何のさ感情もないじゃん。なんかよくわからん記念日みたいなのをちょっと数えてるのがちょっとよくわからんっていう話ちゃんの卒業知ってた？分かんない。知ってたっていうのかな。知ってたといえば知ってたけど、知らなかったといえば知らないみたいな。なんかどちらかといえば知らなかったけど、まあびっくりはしないみたいな感じ。秘書検定勉強しようと思ってます。すごいじゃん。私はねしてない私はしてない。カオタンの結婚がヤフートップに。そうなんだ、びっくりした。ツイッター見てなんかララちゃんが上げててツイッター載せてて、なんかさ普通結婚とか自分で発表するものだと思ったからさ、なんかわかるなんか香里さんのツイッターで知るもんだと思ったから、本当か分かんなくてびっくりした。そららちゃん反応早かったよね。ナルピン大富豪のチェキとアクリルチャームは来月もあるよね。わかんない、来月あるのかな。みんな撮影したのかな。来月のシステムが分かんないから分かんない。私は撮影した覚えがないのだけど多分みんなもさしてないと思うんだけど、どうなんだろう。みんなはしたのかな。でもしてる気配を感じてないんだよね。来月プレゼントみたいないんじゃない、わかんないわかんない、何もわかんないけど、わかんない、正確な情報じゃないから書いちゃダメだよそれみんなしてないと思う。なんかみんなアイアンの撮影はしてたけど、大富豪の撮影したって誰も聞いてない何か私は来月はないと思ってるけど、分かんない、分かんないから書かないでください。どこにも。分かんない、みんな信じちゃダメだよ私のこと私
のこと信じちゃダメだよ。ナイピーが言ってたから絶対にこうだ、絶対思っちゃダメだよ。私はね、なんか覚えてる、去年かな、1年ぐらい前かな、なんか公園のなんかやつをこの日生誕かどうかみたいなのを聞かれて、生誕だよみたいな返したら、なんか違う自分のファンじゃない人が、その日はなんかナルピーが生誕って言ってるからこの子の生誕だみたいなので休みを取り始めたのよ。でもなんか私はなんか適当、そんな何、その人のファン向けに言ったわけじゃないから、そんな重要なことじゃないから、ちゃんと言ったつも、ちゃんとした情報じゃなかったのよ。そうだからなんかあの切れてた、その人たちが、信じた人たちがそうか、私のことは信じちゃダメだよ。そう、私のショールームの内容は信じちゃダメ。なんかあのショールームと755の情報は信じちゃダメ。なんか信じていいことはブログとツイッターだけブログとツイッターはちゃんとしたこと書いてるから。モアメはそんなあの情報みたいなことは書いてないから、信じるも何もない信じるも何もないです。使い分けてる。なんかショールーム755は自分のファンと自分のこと、まあファンじゃなくても自分のことが好きな人しか見てないと思ってるから、あの適当なこと書いてる人のこと書いてるし、すぐ消す。なんかやっぱりこのコメントやめようと思ったら消す。でショールームもなんかさ、嫌いな人のショールーム見ようって思わないじゃん。嫌いだけど見ようってならなくない、ショールームって一人しか写ってないからそうだからあの何でもかんでも言ってる。でツイートとかブログってなんか誰が見るか分かんないじゃん。ブログもさ、なんか推ししか見ないって人もいるかもしれないけどさ、一覧みたいなの見てさ、気になったら開くとかあるじゃん。だから嫌いでもさ、タイトルで気になったとかだったら開いちゃうかもしれないじゃんそうだからあの正確な情報しか書いてない。だから自分のファンじゃない人はそんな、私は SNS やってるイメージはないかもしれないけど、毎日755してるし、毎週ショールームもしてるし、お豆を毎日送ってるけど正確な情報を書くコンテンツはあんまり更新してないからという話。あと15分だって。じゃああと10分だったら教えて公式でメンバー発表される前に、ナルピーちゃん公演出るか聞いたら出るよって教えてくれたのも黙ってました。あ、そういうのもね、信じない方がいいよそれも嘘かもしれないから。そう、でも自分のこと好きだったらさ、
かそんな何重大な嘘じゃなければさ違ってもさ許せるくない？嘘というか急に変更になることもあるよね。そうそうよ。そう755はね、そうだからあの気楽に更新できる。そんなちょっとでも嘘ついたら許せんみたいな人はねいないと思ってる。こう見てる人の中に。ということはヒートテック着てもいいんかな。ダメよそれは。ダメよ。ということでもう話すことがないから終わろうと思います。そう今日はあの写真がないから更新できんよ。インスタは来週は更新するから。多分ね。多分だけど。気の向いた時でいいよ。もちろんそれはそうよ。もちろんそれはそう。そんな何インスタ写真撮りたくないけどどうしてもこのショールームのために撮ろうとは思わんよ。パンケーキをインスタで、それは無理。しかも別にもう食べたからそんな自分で作ってまで食べたいと思うものじゃなくなった。そうだから無理、作らん。じゃあだからポンデリング作りたいんだけど、それはさ手間がかかりすぎるじゃん。次はたこ焼きかな。たこ焼きよく家で食べるよ。全然作れるよたこ焼きは。半日経ったポンデリングの食レポよろしくね。いや半日はやっぱ美味しくないと思うからちゃんと食べる前に買いに行くわ。今日じゃないよ。もぐもぐ配信って汚くない？なんかさ思うんだけど、なんかさアイドルがさ食べてるのってわかんない。ファンの人から見たらさ可愛いかもしれないけどさ冷静に見たらさなんか汚くない？わかる？わからないかな。
冷静に見ちゃダメ、確かに。確かにそれはそう。そうか、私はやらんよ。AK ビンゴのもぐもぐミーヨンからやね。確かにあれめっちゃ可愛かった。懐かしいな。高市みおんさんのさ、うどん食べてるやつめっちゃ可愛い。いや私はやらんよ。え、なんかさテレビとかだったらさ、なんか映し方が可愛くさ映してくれるじゃん。でもさショールームはなんか近くない。と思うんだけど、まあやってたんだけどね昔。でも冷静になるとちょっとそうだなと思うわ。なんか私はやらんって言ってるじゃん。聞いてた話を。セクンを聞くのが流行る時代だからなんとも言えない。確かに。でも私あれも好きじゃないんだよね。なんか何がいいんだろうって思うんだけど、みんなはそう思わない。みんなはそう思わないか。 ASMR とか何がいいのかよくわかんないんだけど。あと7分。じゃああと2分配信するわ。ナルピーの言うことはその通りだなと思うことが多い。よかった。でも私もなんかその通りだと思われそうなことしか言ってないよ。NMB のナッツ好きなの？なんか好きっていうか、なんか歌がめっちゃさ好き。かんない。あんま知らないんだけど、どういう人かとかどういう方とかは知らないけど、48ショー見た時にめっちゃ歌うまいなって思ったから、ちょっと DMM を見る。ていうかさ、私ポンデリングもさ昔からさミスザーポンデリングしか好きじゃないんだけどさ、サーティワンのさポッピングシャワーもさ、あの初めてサーティワンでやった時からポッピングシャワーしかさ頼んでないの、すごくない？すごくない？みんな、もう6歳とかの時からポッピングシャワーしか選んでないよ。2分だった。じゃあもうみんな配信終わるわ。じゃあバイバイみんな。来週って何日だろう。まあ来週も多分やるわ。バイバイ。